はいどうも、ビバです。今回の動画はこの曲面ガラスのボトルアクアリウムのレイアウトをやっていきます。こちらはジェックスさんのティア水量4リットルのボトルアクアリウムのガラス容器です。今回はこれを使って荒野風レイアウト、若干見切り発車なのでどうなるかはわからないんですけど、こちらに荒野っぽいレイアウトをしてミスト式で立ち上げを行っていきたいと思います。果たして今頭の中に思い描いている通り荒野っぽいレイアウトができるのかどうか、ぜひ最後まで見守ってください。今回使用する水槽は先ほどもご紹介した通りジェックスさんのティア、そして低床はもう入れてるんですけどガルプですね。こちらは以前低床比較という動画を出して、その中で個人的に一番気に入ってる低床です。ストーンディーラー新生さんの津軽プレミアム、通称ガルプです。僕しか言ってません。見ての通りとっても素敵な粒の小さい低床です。これがね、水に濡れるとまたいい感じになるんですよね。レイアウトに使用するのはこちらの気流石、前回開封動画でも紹介したんですけど、その時は開けてびっくりしました。まさかめちゃめちゃでかいのが4つゴロンと入ってるとは思いませんでした。あのままだと使えなかったので今回自力で石を割りました。その結果ボトルアクアでも使いやすいサイズの気流石がたくさん生まれました。これなら問題なく使えそうです。というわけでいきなり完成しました気流石を使った荒野風レイアウト。今これ正面から見てるんですけど、多少横から見ても奥行き感のある荒野っぽいレイアウトができたんじゃないかなと思います。これはなかなかいいんじゃないか。中央には道を作ったんですけど、ここに別の砂巻いたら面白そうですね。後で試してみましょう。では今回この荒野風レイアウトなんですけど、早速緑化していきたいと思います。何のための荒野風なんだっていう話なんですけど、せっかくなので後ろの方とか横の方とか、こちらのニューラージパールグラスを植えていきたいと思います。植えるといっても今回はミスト式でやっていきます。こちらの水草水中用なんですけど、うまくいくかな。まあ何事もやってみなきゃわかんない。こちらのテトライニシャルスティック、ちっちゃいやつを何粒か埋めていきます。ミスト式なので定期的に霧吹きするんですけど、その霧吹きに液体肥料を混ぜるっていうやり方もあるみたいです。なんかそっちの方がメジャーというか安心なのかもしれません。ではニューラージパールグラスを植えていきます。植えていくといっても置いていくだけですね。ではまずこちらに、よいしょ、あ、ちょっと待てよ、変な感じになっちゃった。せっかくマット状なので綺麗に配置したいですね。続いてこちら側、OK、こんな感じですかね。できました。荒野風レイアウト緑化済み。あとはこれをミスト式で管理していくだけです。水草が根付いてくれることを祈って3週間ほど待ちましょう。ミスト式管理から2週間ほど経ちました。現在季節は5月、そこそこ暖かい日が続いていたのでミスト式をやるにはいい時期だと思います。今回このボトルアクアのミスト式に使っている水草、今回使っている水草はニューラージパールグラスです。水上用ではなくて水中用を使っています。水中用をミスト式に使って2週間でどのくらい根が張るのか気になる方もいると思うので、根の伸び具合を見てみましょう。今回ミスト式をやってみて結構びっくりしました。本当は3週間ぐらいを予定していたんですけど、まさか2週間でこんなに根がしっかりと張るとは思いませんでした。この上でうにょうにょしている部分は水中用だった時にすでに伸びていた根っこです。今回低床の上に水草を置いただけだったのでぐしゃっとなっちゃってるんですけど、そこから下の部分に細かい根っこがしっかりと伸びています。他の部分も見てみると、あー伸びてますね。しっかりと低床の中に根を伸ばしています。至る所に根が伸びていますね。植物の生命力を感じます。この辺りは一番低床が分厚い部分で5センチぐらいあります。水草の根っこはだいたいここら辺まで伸びていますね。かなりしっかりと根が張っています。全体的にしっかりと根が張っているのでミスト式開始から2週間ですが吸水しても問題なさそうですね。今日はこのボトルアクアに吸水したいと思います。では吸水していきたいんですけど、ちょっと諦めきれないことがあって、吸水前にちょこっとだけ手を加えます。何をするかというと、これアマゾン川源流の白砂、これを使ってボトルの真ん中に
白い道を作りたいと思います。この砂を敷くの結構悩みました。白い砂結構目立つので失敗したら取り返しがつかない。でも今回はせっかくなので、よいしょ。あとやっぱ狭いのでね、作業がしづらいですね。よいしょ。じゃあこの辺りはちょっとじっくりと作業をして、注水した後に全容をお見せしたいと思います。というわけで完成しました。桐生石を使った渓谷風レイアウト。この4リットルのボトルアクアの中でなかなか立体感のあるレイアウトができたんじゃないかなと思います。おー、いいですね。やっぱりこの角度が一番いいかもしれない。今回はレイアウトに桐生石を使っています。桐生石はいわゆる木化石ですね。木の化石なんですけど、一定の方向に筋が入っているので、そのラインを揃えるととても統一感が出て、一つの石のように見せることもできます。ここら辺とか石2つ並べてるんですけど、なんか一つの大きな石に見えますね。てっぺんが平らなので、グランドキャニオンみたいな渓谷風のレイアウト作りやすいと思います。曲面ガラスの特性がうまいこと働いてくれたかなと思います。どんな風に石を配置してるか気になる方もいると思うので、真上から見てみましょう。上から見るとこんな感じです。ちょうど真ん中に道が入ってるんですけど、一番奥に収束するようにハの字型に配置しています。最初はもっとスカスカだったんですけど、この辺りの石とこちらの石、高さを出すために後から追加しました。この追加した石、これがなかったら結構ぺったんこの高さのないレイアウトだったんですけど、これを追加することでなんとか奥行き感が出せたんじゃないかなと思います。後から追加した白い砂については、これは入れない方が良かったかもしれないですね。なんで渓谷に白い道があるんだっていう謎感が生まれています。これは後で取り除いちゃうかもしれません。ただはっきりと白い道が奥に向かって伸びているので、ジオラマ的にはありかもしれません。大きすぎて割るのに苦労した桐生石も細かく砕いてちょうどいいサイズにできたので、うまく使えたと思います。というわけで今回は桐生石を使った渓谷レイアウトの作成動画でした。作成といってもレイアウトシーンは全然映ってなかったんですけど、4リットルの曲面ガラスでなかなかいいレイアウトができたんじゃないかなと思います。ろ過フィルターとかは使ってないので、今のところ生態の飼育の予定はないんですけど、エビの飼育とかは面白いかもしれません。水草も入れてるので CO2 添加してこれを育てるのも面白そうです。今後またこの水槽動画にしていきたいと思うので、もし気になる方はチャンネル登録よろしくお願いします。このレイアウト良かったなと思ったらグッドボタンよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。